OK、 じゃあ続けましょう。OK、そう、第3課、ね。We learn about、パドと、なんだっけ。What's the 犬の名前忘れたね。パローと、相棒。OK、はい、じゃあ1番。他には、他にも。OK, so in addition to 何々、一番 start from イピンさんからどうぞ。日本語にはOK, good. はい、ヨウンさんどうぞ。今日は今日は授業に出る他は何も予定がない。 OK, 今日は授業に出る他は何も予定がOkay. 2番、何々と同じぐらい、同じくらい。Okay. 1番、エルンさんからどうぞ。Okay. Good. 2番。ガチ。Okay. Good. Okay. 3番。Okay. 名詞プラスガタ。OK、スタイルね。そう、例えば、ドラえもんは、実は猫型ロボットなんです。していましたか？新型のインフルエンザのワクチン、まだないそうだ。OK、4番、それに、OK、それに、これはみんなの日本語28課で勉強しました。ね、in addition。OK、あとで多分第6課か第7課、we learn the、その上。その上を勉強します。ちょっと似ていますね。でも、その上はフォーマル。それには、普段ね、日常会話では、使われますね。OK、じゃあどうぞ。ステーキに。ステーキに。サラダ。それに。ライス。ライスもお願いします。OK、ステーキにサラダ。それにライスも、お願いします。OK、じゃあ次。ジェームさんどうぞ。このアタックは、アップル。明るくてひどい。それにジャポニーも近い。はい、OK です。ありがとうございます。OK、じゃあ次、5番。何々のなら。OK、これは N3 で出ます。2級ではあんまり出ないです。出たら2級の読解に出ます。文法では多分あんまり出ないと思いますね。この何々なら。1番、ゆぴんさんどうぞ。車を。OK、good。はい、2番。はい、セーターを切ったらどうですか。OK、はい、6番。これは N さんの文法。名詞としてね、よく、90% チャンスが出ます。名詞パスとして。S in the capacity、okay。 はい、1番、イルンさんどうぞ。OK、good、ね。この携帯電話は電話をするだけでなくカメラとしても使える。OK、2番どうぞ。学校の代表としてスピーチコンテストに出ます。はい。OK、ありがとうございます。OK、7番。自称形か、ないフォームプラスことになっている。OK、あとでも、この文法を、ちょっと似ている文法があります。これは2級の文法です。ことになっているが2級の文法です。Okay. It's a rule that it's been decided that という意味です。Okay. じゃあ1番どうぞ。私のアパートでは。私のアパートではペットを飼っていけないことに。Okay. So, ルールですね。そのルールはアパートでペットを飼ってはいけない。それはルールです。だからなっています。ね、みんなの日本語15課、ね、結婚しています、覚えてますか？知っています、持っています、住んでいます。ね、その状況は
まだ続いていますという意味ですね。そのルールはまだ続いていますという意味です。Okay、はい、どうぞ。私の家で。では。私の家では食事の後、自分が使ったお皿を洗うことになっています。Okay. Okay. はい、じゃあ8番。何々をしている、何々をしたプラス名詞、ね、これは、これは、じゃこれは、これは、2級の読解によく出てます。Okay. はい、1番、イビンさんどうぞ。Okay. 象は長い鼻をしています。それに耳も大きい。です。計2番どうぞ。じゃあユウンさん。本当に綺麗な声をしていますね。はい、じゃあ9番。何々で来る、何々で行く。はい、じゃあちょっと見ていきましょう。この、で、そう例えばね、これは、okay、これは今ですね。Okay、で、来る、もしくは、で、来ました。Okay、で、ここは、で、プラス、行く。で、て行くという意味は、まあ、簡単に言うと、これからですね。で、て来るは、多分ずっと前から、ここまでの意味ですね。ずっと前からね。そう、例えば、これは、2009年からね。2009年から今までみたいな。で、で、行くは今からこれからの話。Okay? ですね。Okay? じゃあちょっと例文ね。例文を見ていきましょう。Okay? 1番は、ヘッドさんどうぞ。そう、暖かくなってきました。多分、先週は20度。Okay? で、3日前は23度。で、今日は30度。ちょっとね、暖かくなってきました。Okay? はい、じゃあ次、2番。うん。新しい教科書に慣れてきました。うん、はい、じゃあ3番、これからもっと暖かくなっていきます。はい、じゃあ次4番。練習すれば もっと上手に話せるようになっていく、ね。頑張ってね。はい、ね、頑張ってね。という意味です。じゃあ次10番。自称形プラスことになった、ね、さっき勉強したのはなっている、うん、OK? というのはまだ続いているという意味です。でもなったというのはもうポンもうディサイド、ね、もう決めましたみたいな、OK? あでさっきね何番さっきのは7番ね7番ね、なっている、ね。で、これは10番はなった。もう決めました。みたいな。OK? はい。ウスタの先は、ね。はい。じゃあ、イピンさん1番、どうぞ。日本に。OK ね。日本に引っ越すことになりました。OK? はい。2番。ユウンさんどうぞ。奨学金。奨学金は、
Okay, 行くつもりです。あ、よろしいですか？そう、普段は なったはもう一つの意味があります、ね。私が決めたわけじゃない。私が決める。決めたわけじゃない。多分他の、多分会社が決めました。会社が決めて、私がコントロールできない。の意味がもう入ってる。私がコントロールできない。でも、後で、多分ね、ことにしただったら、知ったは私がコントロールできる、ね。私がコントロールした、私が決めました。Okay? という意味ですね。ことになった。で、あとは多分、ことにした。Okay? ちょっと違いがありますね。ちょっと注意してもらってください。OK、11番。何々ように頼む、何々ように言う。OK。で、頼むの場合は、ちょっとリクエスト、ね、リクエストなので、Okay、こちらの方は、依頼なのでね、依頼なので、もうちょっと、柔らかい、もうちょっとジェントル、もうちょっと柔らかい。言うというのは、ちょっと命令に近い言葉ですから、何々ように言う。ね、ちょっと1番と2番を読んで、ちょっと見ていきましょう。両親は私にいつも早く家に帰ってくるように言います。で、両親は私よりどちらがもっと上？ステータスはどちらがもっと上？両親が上。だから、ちょっと命令に近い。命令に近い。ね、でも命令じゃない。命令じゃない。ちょっと命令に近いけど、でも命令じゃない。Okay? 2番、店員にデザートメニューを持って、来てくれるように頼もうか。Okay? これはリクエストね。リクエストです。Okay、じゃあ次、12番。Okay、手くれる、手くれない、手もらえる、手もらえない。Okay、ちょっと見ていきましょう。Okay、まず、この前ね、みんなの日本語、14課。Okay、で、勉強しましたね。そう、例えば、手ください。覚えてますか？ OK。で、手くれます。これはみんなの日本語24。OK。でしょ？はい。で、あとは手もらえますか？で、まあもちろんね、手もらえる。これは N3。OK。で、手プラスいただけますか？いただけませんか？いただいてください。もう言う人もいますね。これはみんなの日本語24課で勉強しました。あとはその前にね、てくださいますか？は、これはみんなの日本語忘れました。多分44かな、わかんないだけどね。まあとりあえずね、ちょっと一番下の手くださいは、ちょっと一番ね、ちょっと命令に近い。上に行くともっと丁寧になりますね。うん、そう、さっきは、奨学金。OK、じゃあ一番は、エドンさんどうぞ、初めて。OK、Good、はい、どうぞ。今、勉強中だから、もうちょっと静かにしてもらえる？ OK。まあ、もちろん、もらえますかだと、もうちょっと丁寧ね。でも、もらえるは、自称形になったので、もうちょっとカジュアルになります。うん、OK、
13番、自称形プラス内フォームようにする。Okay、みんなの日本語、36課の、文法3番かな？ようにする、ようにしている。I'll make an effort to 何々。Okay、ルイさん1番どうぞ。先生。先生、今日は授業に遅れてすみませんでした。明日からもっと早く家を出るようにします。Okay、good。じゃあ次。体に悪いからタバコを吸わないようにした方がいいよ。Okay、タバコは、ね、タバコは吸わないようにした方がいい。というのは今じゃなくてね、てくださいとかないでくださいはすぐの意味が入ってます。すぐやってください。ね、タバコを吸わないでくださいが、すぐ吸わないでください。でも吸わないようにしてくださいというのは、もうちょっと努力してね、もうちょっとエフェクトを入れて、もうちょっと努力してしないでくださいという意味ですよ。というのは、これはちょっとだんだん、ね、少しずつの努力が入っています。少しずつの努力が入っている。今じゃなくて、ちょっと努力して何かをする。何かをする。OK、じゃあ次。OK、14番。何々かな ?OK、かな、ね、?1 番の方ね。かなだと、私だけじゃなくて、周りの人にも聞くみたいなイメージがあります。でも、かなだと自分に聞くみたいな。I wonder.、Huh? OK? 例えば、1番、ルイさん。春休みは何をしようかな。多分ね、周りのクラスメイトも聞く。OK、2番どうぞ。このアパート、良さそうだけど、ちょっと高すぎる。高すぎるかな。うん。OK、ちょっと高すぎるかな。OK。で、1番はかな、ね。かな。ね、ビットが3つ。OK、高すぎるかな。かな。2つのビットね。OK、なるべく。これは2級によく出てます。As much.As often as possible, as 何々 as possible. OK?、1番、ゆぴんさん、どうぞ。OK、good。はい、2番。OK、なるべく、漢字を使うようにしてください。OK、皆さんもね。できるだけね、できるだけなるべく、日本語でね、日本語のクラスの外でも、日本語で話してみてください。日常の会話では、ね、皆さんも、ね、ちょっとお互いにね、ね、皆さん忙しいと思ってます。先生も忙しい。でも、もしね、自分の環境ね、自分の環境をもっと日本語にしたらもっと上手になれると思います。OK、じゃあ次、16番。移行形、ね。みんなの日本語31課の移行形。移行形プラスとしたがとしたけれどとしたら。OK の意味です。ちょっと見ていきましょう。ケーキを作ろうとしたけれど、卵がなかったから作れなかった。ちょっと try to make a cake、ね、作ってみましたが OK とちょっと近い意味ですね。作ってみましたが
Okay. Try to make. これはちょっと try to make。Okay. でも本当に作ってみましたがというのは本当に作りました。Okay. でも逆にこちらの方は作ろうとしたけれど結局作りませんでした。ちょっと注意してくださいよ。作ってみましたがと作ろうとしたけれどちょっと違います。もうちょっと注意してもらってください。Okay. はい、2番、電車に乗ろうとしたら目の前でドアが閉まってしまった。ね、残念ですね。皆さんはこういう、場面にあったことがありますか、うん、大変ね。ちょっともうちょっと、ね、乗ろうとしましたけどね。はい。Okay. 次、第3課終わりです。